3月の24日分までしかないからね。ちびまる子ちゃん知ってました？確か収録の関係でね、たらこさん亡くなったじゃん。3月の24までじゃなかったっけ。いやでも唯一無二の声だからどうするんだろう。もともとたらこっていう名前は、なんでたらこっていうあの個性的な名前かっていうと、サザエさんのタラちゃんに声が似てるからっていう理由なんだよ。そう、なんかタラちゃんの声に似てるってタラコさんは言われてたんだって、周りから。だからそっから名前取ってタラコっていう名前でちびまる子ちゃんの声やってんすよ。これマジでも亡くなってね、さくらももこの本人と声似てたんだよね。うん、抜擢された。衝撃が2日連続だったよね。うん、ドラゴンボール大魔は遺作か。世界中がショックだったよね。鳥山明の件は特に。イーロンもコメント出してた。すごいよね、世界80カ国でドラゴンボールは売られてたんだって。で、2億数千万部売れてんだけど、約半分近く 40% ぐらい外国で売れたんだよ。すごいよ、1億部ぐらい、ちょうど1億部ぐらい外国で売れたんだよ、漫画の本が。ドラゴンボールの漫画ですよ、海外で1億部です。で、残りが全部日本なんだよ、1億数千万部、うん、で合わせて2億何千万がその売れたじゃない、発行部数かな、どっちだったっけな、発行部数だったっけ、売り上げだっけな。すげーってなるじゃん。ワンピースって5億部だよまあ関数が違うからしょうがないんだけどね、ドラゴンボールより関数が多いからね。だけどワンピース5億部ですからね。やばくない、発行部数5億部ワンピ。まあその世界規模で言えばドラゴンボールの方がすごいんだけど、国内で言うなら発行部数はに日本一です。ワンピースは5億部、うん、いや世界はワンピースはね難しいです。それはなんでかっていうと、海賊って日本ではワンピースは受け入れられても、海賊にその困ってる国もあるし、世界ではやっぱり海賊のイメージが日本とは違うんで、日本って平和な国だから海賊とはさ、まあ無縁じゃん、わりかしね、あんまり関わりないでしょ。だから海賊の話でもわーって盛り上がるけど、まだ未だに海賊はいるから。そう、あとそのタバコとかそういったものとかも厳しいんですよ。だから海外のワンピースのアニメはサンジが飴舐めてるんですよ。そう、タバコじゃない、うん、飴舐めてたりとか、まあそういったいろいろあってね、まあ人気ないわけじゃないけど、そう、外国だとドラゴンボールとか忍者のナルトとか人気だよね。うん、あとポケットモンスターとかポケモンとかね、ナルトはヨーロッパで人気あるよね。特にね、フランスがね、日本のアニメめちゃくちゃ好きなんだよね、漫画とか。その日本のアニメ文化にね、すごい興味持ってる人が多くてね、フランスはすごい人気だよね。すごいフランス人好きだよ、夜のニュースでやってた。あ、サウジアラビアあたりもそうなんだ。フランスのアニメ化人生やばいもんね。世界中のドラゴンボールファンって言って、いろんな国の人が、なんかバーやってる店主がどう見てもドラゴンボール好きそうな感じじゃないのに、なんか悲しそうな顔して、なんか裏の棚からですよ、ドラゴンボールのフィギュアを取り出してきてテーブルの上に並べて、なんかドラゴンボールとか言いながら、もう本当に悲しいみたいな、もうブワー並べてフィギュアめちゃくちゃ持ってるみたいな。でそれだけじゃないんだよ、なんか体中にドラゴンボールのタトゥー入れてんの見た、なんか外国人に行き、そう、なんか急になんか取り出し始めてさ、なんか並べてさ、体にもさ、なんかさ、シェンロンとかドラゴンボールのタトゥー入れてんだよ。ほんとそれぐらいドラゴンボール好きで、どこの国の人だったかな、ちょっとそこらまでちょっと忘れちゃったけど、なんか見たよ俺ニュースで、あ、タイの人か、兄貴がねめっちゃフィギュア持ってた。マジで世界中にファンいるもん、ドラゴンボール、すげえよ。しかも鳥山明先生ってさ、アシスタントもほとんどいないんだよね。うん、自分か自分の嫁はんに書いてもらっててね、ほとんどいないんだよね。ほんとちょこっと撮ったことはあるけど、なんかしかも嫁はんと結婚したエピソードが、なんか板電かけて結婚したんだよ。板電かけたら電話出て通話して、それで結婚になったんだよね。
それが出会いになったんだよ。なんか嫁はんにちょっかいかけたんだよ、鳥山明が。鳥山明がその嫁はんにいたずら電話でなんかちょっとなんか興味持ってかけてみようみたいな感じでかけたら繋がって、ほんで喋って、ほんで仲良くなって結婚になったんだよ確か。娘がドラゴンボール全然見ないけど銀魂大好き。それもおもろいな、娘銀魂大好き、面白いな。配信者が結婚したらさ、なんか奥さんがさ、あの自分見ないみたいなやつだよね。だって俺さ、昔の元カノのソゲさんさ、エモンだったもん俺のアンチだったもん。だって付き合ってた時バリバリのエモンだったもんいやマジでバリバリのエモンで、で俺のアンチ で当時ユーストリームっていうサイトでチャットだったじゃん。家行ったんだよ。そしたらパソコンあるでしょ、なんかライムチャットのユーストリームの ID のところに付箋貼ってあって、見るなって書いてあった、あの番号は絶対に教えみたいな、アンチ書いてるから、アンチコメント書いてるから付箋剥がすなっつって、パソコンのモニターのところにテープ貼ってあったそうめっちゃおもろいやろ。そう、私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you!